あたりです。12月の12日土曜日、仮面ライダー仮面ライダームービー超ムービー対戦ジェネシス公開されますね。それで、前売り券が 先週10月の31日ぐらいに出たんですけども、買ってきましたが今まで開封していませんでした。はい、というわけで今回はこちらを開封したいと思います。もちろんこちら、チェイスセットなんだかな、俺の宝物セットだかなんだか、まあこのセットの開封が遅れたのには特に理由はないですよ、うん、いやもうなんか開封がもったいないとかさ、そのドライブドライバーとマッハドライバーを出してくるのがすごく面倒とかさ、そんなことは一切ない。よし、じゃあ開けましょう。ペリペリペリっと。セットは、1個3000円かな。大人と子供の前売り券がセットになってついてくるんだよね。うん、よし、出します。せーの、スッと。さっと出しました。そういうことか。はいはいはい、こちらが前売り券になってます。ここね、ここグッと 近づけるよ。グッとグッと、ここミシン目になってて、まあ切り取れる感じになってるわけよ。うん、だから使うときはここを切り取って使ってねみたいな、なんかそういうことになってるわけ。人間が俺にくれた宝物だ。俺の宝物セット。それじゃあ俺の宝物を引き剥がそうか。あーもったいない。あーもったいない、もったいないとか言っちゃう。まずこっちだよっと。はいはいはい、よし。シグナルチェイサーの方ね、うん、シグナルチェイサーのダメージバージョン、よっしょ。はい、まあ、これね、こう外側からね、こうジロジロ見てたんだけど、これでいいのかと思う感じになってる、うん、まあ、あの別にね、あのその文句を言うつもりじゃないんだけどね、文句を言うつもりではないんだけども、この普通のチグナルシェイサーにこう銀色の色をこうポポポンとつけたような感じになってるわけ。劇中でこんなだったかなと思いはしたんだけども、まあまあしょうがないよね、しょうがない、これはこれでかっこいいからいいんじゃない。で、まあ予想はしてたんですけども、普通のシグナルチェイサーと、音声は同じだそうです。じゃあ次はこっちの免許証の方もよいしょっと剥がしてみましょうかね。っていうかさ、もうツイッターでさ、もうさネタバレ食らっちゃったわけよ。だからもうだからさ、今更驚きも何もないわけ。だからそういうのね、まあさ買ってない人にとってはさ、まあそういうのいいかもしれないけどさ、買っちゃった僕がさそういうのを見ちゃうとさ、なんかもう開けなくてもいいかなとか思っちゃうわけよ。ごめんごめん、さっきから文句ばっかりでごめん。まあいいや、出します。はい、チェイス。はい、なるほど、こういうこと、こういうことよ。で裏がこういうことになってるわけ。うん、でこっちがサプライズフューチャーの時の、免許証ですね。視聴者の方にいただきました、ありがとうございます。はい、でこの何件条件がね変わってるわけよ。やり直すための決意とか、なんかそういうこの辺もね、細かいところがいろいろ変わっていたりする、うん、ね、でこういう細かいところがこういうなんかより運転免許証っぽくなってる。こっちはなんかこう特典です、特典ですよっていう感じだけど、こっちは免許証ですって感じ、うん、よし。で裏側がこうね、仮面ライダーチェイサーだったけど、ちょっと裏側がこういうあれになってるね、うん、特例により下記の所有者は変更を認可すると。所有者シジマゴーね、そういうことですよ。よし、じゃあこのシグナルチェイチャーのちょ音声確認をしよう、するよね、します。せーの、パッと。せーの、パッと。はい、鳴らしてみましょう。それじゃあドライブドライバーで音声を鳴らしてみましょうと。はい、お久しぶりです。うん、全然久しぶり感がない。1ヶ月ぐらいしまっておいたぐらいだから、うん、なんか全然
刺しぶり感ないな。まあいいや、刺しましょう。じゃあ、オッケーだね。お願いします。それじゃあ次はマッハドライバーで行きましょう。マッハドライバー。はい、刺します。シグナルバイク、グライダー、チェイサー。はい、マッハからシグナル交換した方が良かったな。よいしょ。シグナルバイク、グライダー、チェイサー。はい、というわけで今回は仮面ライダー、仮面ライダーゴースト&ドライブ超ムービー対戦ジェネシスの、前売り券、プレミア前売り券ですね、チェイスの宝物セット、はい、こちらを紹介させていただきました。裏に免許証入ってるよ。はい、というわけでバイバイ。